ふぅ、よし。全開した。いやー、進化やっぱ気利くわ。ということで、じゃあ、エアバスターを倒しに行っちゃいましょうか。ここから来いよ、エアバスター。どこ行くんだっけ？こっちだ。来い、エアバスター！あれ、どこだ？あ、なんかあるぞ。さあ、来い。見て。お、エアバスターじゃねえし。お、プレジデント。映ってる、映ってる。魔法は見た者の目か。君はソルジャーだな。元ソルジャー。こいつがね、シンラの親玉ですね。ソルジャーだ。まあ、役に立たなくなる者も多いが、ソルジャーのシーンで最も多いものは劣化による自己崩壊。データは非公開だが、ソルジャーならみんな知っている。もちろんだ。こっちは無視かよ。君の話はダラダラと長い。そんな予感がしてね。てめえらの悪行を取り上げたら、いくら時間があっても足りねえ。足りないと嘆くものほど浪費する。深い。そう、それよ。浪費について話そうじゃないか。魔法の近い近い近い。綺麗な目してんな。ライフストリームは星を流れるし、その血をシンナが吸い上げ浪費してる。このまま続けたら星はどうなる。あ、これは言いたいこと言えたんじゃないの。映ったの。吸い上げているのは確かに我々だ。だが浪費しているのは誰だろうな。魔法の本質など誰もが知っている。それでいて見て見るふりをしている。あ、今のね、便利な生活があるから。んなわけあるか。仮にそうだとしても、てめえらの洗脳だ。そんな魔法は使えんよ。人間の本質だというのか。スラムの同結社、君たちは今から敵国ウータイの手先だ。あ、やっぱ敵国なんだね、ウータイ。盛大に燃やしてくれ。あ、利用される。そうはいかないぜ。でかっ。ハイデッカーの方がでけえし、目立ちたがり屋だね。何してやがる。これは貴様らの作戦では、我々が入念に計画した戦意洗脳広報作戦なのだ。よって爆破のタイミングも。あ、押されちゃったよ。全部把握されてるんだ。ああ、ダメだ。手の内と診断の。じゃあ前の時もそうだったのかな。あ、来た、ヤバスター。おお、でけえな。応募だ、応募だ。ぶったを、とりあえずぶっ倒してやる。おい、ヤバスター。おお、ナイスハイキック。許さない。お、切れてる切れてる。全部大嫌い。クラウド、ボサッとしてんなよ。てか、さっきね、プレジデントがね、なんか言ってた時ちょっと反応したからね、やっぱクラウドのことで何かあるんでしょうね。とりあえずこいつをぶっ倒さないと始まんねえな。じゃあ行くぜ。どうすりゃいいんだこれは。やっぱサンダラか。お、ボス戦の音楽熱いね。あ、やっぱ近いとやられるよね。どうすりゃいいんだろうな。あ、動かせるぞ。ほら、どうだ。バリアとか貼ってみようかな。使ってないんだよねこれ。マバリア、マバリアって何？まあ、貼ってみるか。はい、どうも。期待してるね。ほら、うん、いって。
やっぱクラウドか。くらえ、バーストラッシュ。ほら、どうだ。お、なんかちょっとヒートしてな。なんか食らってない。ちょっといけいけ、誰か行け。いけ、引き解放。ほら、あ、危ない、くるくるくる。あー、やっぱ来た。待って、ちょっとあれだな、近距離の人たちにバリア張っとこう。あ、行って吹っ飛ばされた。なんだ今の。よし、ぶっ放せ。OK。 で、次はちょっと火解放しとくか。あー、ちょっと待って、食らった。近いと食らうな。あ、なんかやばいぞ。くらえ、3だら3だ、効くっしょ。あ、いって、厄介だな。ファイラーじゃない、3だ。ほら、よし、どうだ。よし、結構まんま食らわしたな。回復させた方がいいかな。待って、アイテム。ポーション、ティファ。なんだ、なにこれ。なんかビーム来る、なんかビーム来た。これ撃った方がいいんじゃないの。なんか撃っとこうか。フィエルバースト、ほら、いけ、ほら、よし。なるほど、あれが来た時危ないってことね。ブレイブモード、ほらほら、からのサンダラ、ほら。おお、なんだ、あ、フィンガービーム、これ何これ。まあ、いいや、そんな食らってない。一旦引くか。一旦引いて回復して。待って、バレット。あ、すごい、くるくる。いって、めっちゃ食らった。1000食らった。いって、めっちゃ食らった。あ、なんか分離してる。バレットがやばい。よし。何これ。これ何これ。これ潰した方がいいのかな。こっち先に潰した方がいいのかな。右腕。入って、やるじゃん。いって、やるね。あ、サモンにな、サモンあったんだこれ。あ、サモンできる。オッケー、イフリート来い来い、イフリート頼むぞ。来い、しゃあしゃあ。あ、チョコバンドモーグにすればよかった。まあいいや、後で呼ぼう。いたれ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 、ガードした方がいいのかな。あ、やばい、スタンダー。これがフィンガービームか。クラウドが死ぬ、クラウドが死んじゃうよ。ほら、くらえ、いけ、すげえな。ほら、よし、やっちゃおう。サンダ、くらえ、ほら、バス入った。よし、ほら、ダメだ。ほら、よし、ほら、よし、いいわ。ほら、潰せ。よし、潰した。よし、次、あっち。回復。バレット。手どっか行った。戻っちゃった。出番だよ。さあ、サモンアビリティ食らわそう。クリムゾンダイブ。いけ、よっしゃ、バス入った。よし、リミットできるし。いけ、強切れ、くらえ。よっしゃ、ナイス、めっちゃ食らった。で、ぶっ放して、あ、まだか。なんかしてきた。よし、弱ってきたぞ、だいぶやばった。おお、強そう。なんだ、おお、やべ、超威力強い。あー、これ届くの。空中戦は無理でしょ。だよね、バレットだよね。行ってきて。ラ、ウェルバースト。あ、見破っとこうかな、一応。ほら、お、最後の技イフリート、頼むぜ。よし、いけー、
よし、センキューイフリート。回復しといてあげよう、分かる人たちで。ちょっとみんなで回復しよう、今のチーム。頑張って。どうだ、畳みかけるぞ。来て、ちょっと待って、ちょっと回復させて。クラウドかな。よし、うわ、近くなら当たる。ブレイバー、ほら、気負いすぎる。くらえ、気合い入れてけ。さあ、いくよ。くらえ、ほら、あー、バイよろしくね。俺がです。よし、ほら、ブレイブモード、ほらほらほら、ほら、あ、サンダー使えねえか。まあ、いいや、もうアビリティいけ。ブレイバー、オッケー。そっちは任せろ。ケアルしといてあげよう。ケアルラをティファにやって回復して。よし、くらい、ほら、よし、で、ティギ解放、ほら、ナイス。で、ちょっとエイテ使おうかな。エイテ使った方がいいか。クラウドのエイテル使って、サンダル使いたいな。あ、なんか使ってきた。なんだこれ。逃げろ。よし、今のこっちだ。よし、ぶっ放せ。よし、ナイスバレット。そっちはどうだ。サンダルも置いとくか。ほら、よし、キュッ。サンダラ。ほら、よし。頼んだぞ。行くぜ。クライフ、ウェルバースト。ほら。いや、熱い、燃えるね。あ、来た。いや、こいつだな。クラウド。クライ、バーストラッシュ。よし。ほら、ほら。何まだあんの、まだなんかあんの。で死ぬ。やめろー、やるな。よし、あと少し、よし、いて。いや、来るか、まだビーム来るか。危ね。よし、チャンス。ティファが死ぬ。サンダラ、ほら、よし、俺の見せ場だ。ぶっ放せ。あと少し。振り絞るよ。リミット、いける。サマーソルト、いけ、ティファ。おるや、よし、倒した。ナイス。じゃあチタンバンクルゲット、やった。しゃ、どうした。やばい、クラウド、爆発するぞ。俺はいいから、ティファを。ダメだ、クラウド。悪かったな。いい、諦めんな、早い、諦めんな、早い。みたいな言い方をするな。そうだよ。やばい。やばい、クラウドが。え、ちょっと待って。ドア、クラウド。あー、クラウド。おお。あ、これあれだ。ビックスにもらったやつ。え、大丈夫だったの今の。落ちてんじゃん、クラウド、これ。やばい。やっぱ無理だったか。あ、来た、ディメンター。ほら、生きてるよね。これどこ？これ現実？精神世界？あ、もうあの世かな。大丈夫。どこだ、ここは。聞こえてるか？あれ？クラウドが二人いる。膝をすりむいただけで済んだけど。今度はどうかな、起きられるか。今度、気にするな。今は体のことだけ考えるんだ。そう、なんで動かせるか。クラウドは人格が2つあるんでしょうか。やってみる。どうだ。ソルジャーはね、壊れるって言ってましたもんね、プレジデントが。少しずつティファもね、ちょっと思うとこあったみたいな反応してるんで。分かってるさ。クラウドにはいろいろ過去があるみたいです。目覚めた。あんた誰だ。
私はお前の主人だ。シェフィロス。さあ、クラウド、楽しもうか。お、チャプター8始まりましたね。クラウドの中にシェフィロスが。さあ、ここどこ？落ちたよね。大丈夫かな。お。エアリス。目覚めた？え、これ落ちたのに大丈夫だったの？セーフ？あんたは。エアリス。名前エアリス。名字は？また会えたね。そうだったか。え？花もらったもんね。覚えてないの？ほら、お花。ああ、そうそう、花売りの。あ、ここ本当に忘れてた。スラムの教会5番街。いきなり落ちてくるんだもん。驚いちゃった。あ、もう落ちてきたんだね。屋根ぶち破ってきたの。ぶち破ってるし、よく生きてたね。クッションになったかな。え、本当にそれで大丈夫なの？あ、あんたの背骨バキバキでしょこれ。気にしないで。お花結構強いし、ここ。すいません、本当。特別な場所だから。ねえクラウド、これ落としたよ。ああ、マテリアか。私も持ってるんだ。マテリアなんて珍しくもなんともない。髪止めにしてんの？私のは特別。ああ、そうだよね。何の役にも立たないの。くっ、くっ、なんだこれは。使い方を知らないだけだろ。そうかもね。でも、それでもいいの。身につけてると安心できるし、お母さんが残してくれた。ねえ、せっかくの再会だから少しお話しする？はい、ということでエアリスとね、まあ、上から落っこちてきて運命のなのかな、再会を果たしたクラウドなんですが、さあこれからどうなっていくのか、そしてティファとバレット、アバランチはどうなっちゃったのか、また続き楽しんでいきたいと思います。ではね、今回はこの辺りで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、インスタ、ツイッターフォローもお待ちしております。それでは失礼いたします。